んだあれは、祭壇？そうみたいだね。あれ？アスナ、どうした？おい、さっき手に入れたプロミネンスのオーブが光ってるぜ。ニコ、ずっと手に持ってたの？ストレージにしまえばいいのに。うるせえ、気になったからだよ。オーブが祭壇の装置に反応してるよ。先に進めそうだな。なるほど、祭壇は解除コンソールといったところか。オーブが鍵の役割をしていたんだな。ねえキリト君、祭壇のそばの光、ユイちゃんが封印された時に見た七つの光とそっくりじゃない？あ、そういえばひょっとしたらオーブはあの塔の封印とも関係があるのかもしれないな。オーブは偽物のニコが持っていた。おそらく他にもあるはずだ。これからも偽物と戦う可能性があるということ、心構えだけはしておいた方がいいだろうな。よし、この先に進んでみよう。赤の王を倒したんですね。まあいいでしょう。わらわにかしづくレギオンの王たちはまだこちらに揃っているのだから。昔、その昔、幼いながらに引き裂かれた少年と少女がいました。二人は大勢の仲間たちに裏切られ、少女はまるで子供が悪ふざけにおもちゃでも壊すかのように大勢の前でいたぶられ、その世界での終焉を迎えたのです。少年は慟哭し、狂気し、そして一匹の獣へと姿を変えました。氷山フィールドのはずだけど、やっぱり景観が変わってるわね。ここにも侵食が発生しているようだな。ひとまずこのエリアのポータルがちゃんと起動してるか確認しよう。休むか。ありがとうキリト君、でも大丈夫だよ。どうした？ああごめんね、キリト君よくお昼寝してたなって思い出しちゃって。昼寝か、そういや最近してないな。いろんなことに巻き込まれちゃってすごく忙しかったもんね。ああでもキリト君の寝顔を見てるの好きだな。ホッとするっていうか癒される感じで。アスナの寝顔も可愛いよ。何言ってんのよ、もう休憩終わり。さ、行くわよ。おあ、少し元気出たみたいだな。
よし、ちゃんと起動したな。これでマシとの行き来ができそうだ。先輩、このフィールドのビル群、マットステージのオブジェクトでしょうか。うん、そのようだな。ああ、キリト君、どうしたの。いや、ちゃんと状況を確認しておこうと思ってな。ペルソノバベルがやったこと、やったんじゃないかと思われること、そして偶発的なこと、いろいろとごちゃごちゃしてきただろう。そうだね。まず荒野フィールドに塔を作り、あの超強力モブを操っているのはペルソナバベルで確実だよね。でもブレインバーストと ALO をつないでいる通り道や侵食についてはまだはっきりしていない。さらに赤の王たちのゴーストの存在やエリアに設けられた障壁、他のフィールドへの移動制限についても何とも言えないな。第三者の介入ということも考えられるわね。シノンさん、どういうことですか。ペルソナバベルとは別の何かの意志がこのスバルトエリアにさらなる混乱を引き起こしている。つまりこの異常事態は様々な思惑が合わさって出来上がっているということよ。でもペルソナバベル以外に一体誰がこんなことを。そこまで考えてなかったが、どうも今回の件入り組んでいる気はするんだよな。妖精たちよ、なかなか良い着眼点です。メタトロン、何かわかった。早く早く。あなたは私を何だと思っているのですか。私は困った時に登場する便利道具ではありません。身の程をわきまえなさい。すみません。ハイエストレベルからの観察は未だ続行中です。新たな情報は分かり次第随時お伝えしましょう。メタトロン、頼むぞ。頼りにしているからな。アスナ、ユイちゃんのこと考えてたの。うん、こんな時ユイちゃんがいたら私たちをしっかりナビしてくれるんだろうなって思ったの。そうだな。アスナさん、元気出してください。ユイちゃんもきっと今助けを待ってますよ。だな。仲間もこうして順調に増えてることだし、早く超強力モブを倒せるように全員と合流しようぜ。ああ、もちろんだ。なんだ今の。おか
しいのです。ここには入れないのです。何でしょうか。雲？は、君たち、ちょうどいいところに来てくれたわ。ちょっと手伝ってほしいことがあるの。私、ライバルのトレジャーハンターを探しにここまで来たんだけど、うっかり武器を装備してくるのを忘れちゃって身動きが取れなくなっちゃったのよ。お願い、私の人探し手伝って。え？一旦町に戻れって？ノンノン、トレジャーハンターたるもの1分1秒でも無駄にできないわ。ここで君たちに会えたのはラッキー。運も実力のうちってね。ね、お願い、準備が整ったら声かけてね。相変わらずの強引さね。しかも武器の装備忘れてくるってどんだけなのよ。まあ、探してるライバルがトレジャーハンターだって言ってるし、フィリアのことかもしれんぞ。それもそうね。話だけでも聞いておきましょう。ありがとう。これも私の人徳あってこそだわ。あの人の行きそうな場所の目星はつけてあるの。教えるから様子見てきてちょうだい。最初のポイントはここだね。シリカちゃん、何か見える？この辺りには誰もいないみたいです。ここは外れか。他の場所にも行ってみましょう。ポイントですね。トレジャーハンターさんは、そういえば私たちライバルさんの特徴を聞いていないのです。うん、確かに。少なくともここには誰もいませんね。次のポイントに行きましょう。あれ、誰かいたのかな。まあいいか。噂の幽霊船はと、任せろ。この辺りには何もないか。幽霊船っていうくらいだからかなり上空を飛んでたりするのかな。高い場所、高い場所。うん、あそこだ。おい、今のフィリア
だわ。氷山の山頂に向かって飛んでる。追いかけろ。倒しちゃいましょう。
ちらが優れたトレジャーハンターか今度こそ決着をつけるわ。どこかでお会いしましたっけ。あなたもトレジャーハンターな、私を知らないっていうの。覚えてなさい、あなたの永遠のライバル、このアメリア。絶対にあなたより先に幽霊船を見つけ出してみせるんだから。これは依頼の報酬、取っておいて。おう、ライバルってやっぱりフィリアのことだったんだな。ヤッホー、キリト。フィリア、ずいぶん探したぞ。よかった、このフィールドにいたんだね。フィリア。みんな集まってどうしたの。ははん、さてはキリトたちも幽霊船の噂を聞きつけてやってきたのね。幽霊船。ログアウトの警告はあったけど、緊急メンテはいつまで経っても開始されないじゃない。それならもう少し遊んでよって思ったら、急にスバルトエリアの景観が変わり始めてびっくりしちゃった。何か新しい発見があるんじゃないかと思ったらうずうずしちゃって、そしたらこの辺に幽霊船ってのが出現したって噂を聞いたのよ。もう急いで駆けつけてきちゃった。あー、トレジャーハンター魂がうずくわ。キリト、どうする？なんだかフィリアだけこの状況を楽しんでるような気がするよ。ああ、これだけ楽しそうにされてると説明するのが何やら忍びないな。何のこと？ゆいちゃんが、そんな。だから俺たちが置かれているこの状況はそんな良好なものじゃないんだ。キリト、アスナ、ごめん。そんな大変な時だったのに、私一人でワクワクしちゃって。ううん、別にフィリアは悪くないよ。でもみんなはちゃんと異常事態だって気づけてたわけでしょ。それでキリトたちも残ると察して合流しようと努力してた。私、なんだか自分が恥ずかしい。いや、俺は逆に安心したよ。え？ SAO にいた時のお前はずっと何かを疑ってばかりで、自分すら信じられないようなプレイヤーだった。そんなお前がこの状況を疑わず純粋に VRMMO を楽しめていたのはきっとそんなに悪いことじゃない。この言い方は変かもしれないけど、俺は嬉しい、そう思ったよ。キリト。うん、そうだね。でも知っちゃったからにはフィリアにも協力してもらうからね。うん、もちろんだよ。ゆいちゃんを救うために私にできることを何でもやるから。